ちょっと休もった。気分転換も大事だしね。いい景色。島もこうして外から見ると新鮮で綺麗に見えるかも。湖も綺麗。この湖のおかげで魔物も島に入り込めないんだよね。ありがたい話。ん？なんか変だな。いつもと何か違うような。あ、波の向きが違う。そういえばアンペルさんから湖の変化には注意しろって言われてたような。アンペルさん、リラさん、ちょっと湖の様子がおかしいんだけど、前に何か言ってなかったっけ？お前が蒔絵を作った時のことだろう。潮目が変わると水の下ではいろいろな変化が起こるものだ。海とつながっているこの湖は魔物が入る恐れがある。だから、湖の漁師たちなら何らかの異変にもう気づいているかもしれんな。どこに行くんだい？に行こうかな。おう、どこに行く？どこに行こうかな。ボース。
今日はどけだの目障りだの言わねえんだな。そりゃそうか、なんせ助けられた側だもんな。怪我、もう大丈夫そうね。うるさい、お前に気遣われる言われはない。お前の助けなど俺は望んでいなかった。坊主、私は分かってもらえればそれでいい。今の私たちが何でもなくはないって。なるほど、その自信の根拠があの流れ者ども、錬金術ってわけか。そうよ。行くぞランバ。はい。助けた霊物しか。まあ最初から期待もしてねえけどよ。もうやめなよレント。なんで一番いじめられてたお前が言うんだよ。こんな時くらいもっと。くそ。みんなボス君と喧嘩中なんだ。見てたろ、そんなの当たり前さ。あのイケスかない野郎とはずっと敵同士だよ。敵、友達じゃなくて。ボスと私たち子供の頃はよく一緒に遊んでたんだ。ライザ。でもあることで大喧嘩してさ、それっきり。確かに喧嘩中ってことなのかもね。どこに行こうかな。ねえ、どこに行くんだい。どこに行くの？
こに行こうかな。よう、来たぜ。あ、クラウディア。こんにちは、二人とも。どうした？ああ、いや。ボースと話した時のこと、ちょっとクラウディアに謝らないとって思ってさ。あっさり言うなよ。大体俺は悪いこととか何もしてないのに、なんで謝るとか、そういう。自分で言ったくせに。そういうことならお互い様でいいんじゃないの。私こそごめんなさい。よく知りもしないのに余計な口を挟んじゃって。別に俺も怒ってねえし、いいよ。で、ああ、そういうめんどくさい話はやめだ、やめ。そうそう、その普通な感じでいいんじゃないの。それより二人とも、ここ来るときに気づかなかった？気づくって何に？湖の様子よ。なんだか妙に静かじゃなかった？そういや、やけに湖面がないでたな。また不良がなんとかって話か。さあ、でもやっぱり何か嫌な感じがするんだよね。とは言ってもどうすりゃいいんだ。そりゃやっぱりまた漁師さんに忠告かな。またうるさがられるだけじゃ。危険を黙って見てるよりはうるさがられる方がマシよ。船着き場に行きましょう。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。おう、どこに行く？しようかな。それとも、よっこらしょ。こぼしちゃわないように気をつけないとね。おう、どこに行く？しまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。どこに行くの？それにしてもフィルフさんか。大変なことになった。いや、アンペルさんとリラさんはそれを食い止めるために島の内外の遺跡を調べて回ってたんだね。
の魔物がただの石膏でしかなかったなんて。じゃあアンペルさんの言う大侵攻って、あれ以上のがそれこそ大軍勢で来るんでしょうね。そりゃクリント王国もボコボコに。おーい、ライザー。あ、漁師さん。ああ、不良の時に負け絵をあげた。また何か用？こっちも話を聞きた。ここんとこ負け絵の危機が落ちてんだ。また新しいのを作ってくれねえか。え？あれ結構強力に作ったのにもう効かなくなっちゃったの？そうなんだよ、全然取れなくなっちまった。頼む、島の漁師全員を助けると思ってよ。巻き絵で大量になるからって調子に乗って取りすぎたんじゃねえのか。バカ言うな、取る量は不良前より抑えてんだぞ。こっちがどれだけ苦労してやりくりしてるか。あ、分かった分かったよ、俺が悪かった。でどうする、ライザー。もっと強力なの作るか。考えてはみるけど、そもそも餌頼みの量ってどうなのかな。不良の原因について餌の効力が落ちたこと以外に思い当たることってありますか？学者じゃあるめえし、小難しいことはわかんねえよ。俺たちが感じるのはまた潮目が変わったくらいだな。やっぱり変わってるんだ。じゃあ外界の魔物なんてのも現れたり？だからあん時も言っただろ、外界で何十年に一度の大しけでもなけりゃそうそう来ねえって。アンペルさんが言ってたことだし、ちゃんと用心しといた方がいいと思うな。アンペルって最近この辺うろついてるまじないしか。あんな流れ者の言うことが当てになるのかね。ちょっとアンペルさんはすごい錬金術師なのよ。私が負け絵を作れたのも。どうどう、ライザー、何にもないならそれでいいじゃねえか。よくない、竜もフィルフサも出たのよ。外界の魔物だって来ないとは限らないじゃない。それはそうだけど。だから気をつけた方がいいんだってば。んなこと言ったってな。何もないものをどうやって用心すりゃいいんだ。寮を休むわけにもいかねえしよ。それはだからライザー、いや錬金術師さんよ、さっきも言ったがとりあえず前のより強力な魔剣を作ってくれよ。そうそう、まずは不良の方をどうにかしなきゃ。何か起きたら知らせるぜ。ライザ、どうする？魚が湖にいるかどうか調べるだけだもん。分かった、とりあえず前のより強力な蒔絵を作ってみるよ。おお、よろしくな、ライザ。いやあ、本当に助かるよ。チッ、自分の都合ばっかり押し付けやがって。漁師さんの言うように実際には何も起きてないわけだし、しょうがないよ。それにしても作り方の当てはあるの？分かったとは言ったんだけどさ、正直どうしたものかなって。どういう餌ならよく食いつくかってのは分かるんだ。ある方向に匂いが強くて好みの味なんかもあって、ただ前に作ったのと比べてより強いものをって考えると。こんなところに集まってどうした？あ、リラさんとアンペルさん、実は。私は魚の餌のことはさっぱりわからんが、強い匂いのあるものならば
何か知ってるの？北の宿場に買い出しに行ったとき、全体が強い香りに包まれている森があるという話を聞いたんだ。おそらく香りを出す木か何かが生い茂っているんだろうが、その辺を材料に使えばいいかもしれん。香る木か。ありがとう。場所としては街道をずっと北に行ったところだそうだ。分かった。目的のものがあるかは分からないけど、行ってみなきゃ始まらないし、行ってみるよ。何が？何があるのかな。取引成立。取引成立。また来ますね。どこに行こうかな。どこに行くの？どんなもんかな。こんな感じでどう？悪くないな。どうしようかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。
次はどうしよっかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。これでどうだ。さあ何を入れよう。どこに入れる、どれを強化しようかな、どれを使おうかな。いらない材料を使うべきだよね。いらない材料を使うべきだよね。どうしよっかな。これで問題ないかな。うまく変化するかな。これだけあれば足りるかな。何作っちゃおうかな。どこにし、さあ何を入れよう。どこに入れようかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいものできそうなよ。さあ何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこにしよう。ライザ、面白いもん作ったぜ。ちょっとこっち来てくれよ。面白いもの？ほら、これだ。これって畑じゃない。どこが面白いもんなのよ。私が毎日どれだけ畑仕事から抜け出そうと苦心してるか、二人なら知ってるでしょうに。そう毛嫌いすんなよ。別に言いつけられた仕事をするわけじゃない。ここなら好きなもんが作り放題だぜ。そうそう、錬金術の材料になりそうなものを育ててみるとか、いろいろできるんじゃないかな。言われてみれば明暗のような気も。ま、騙されたと思ってやってみますか。何を作るかはライザの自由だよ。頑張ってね。
どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。とりあえず、なんか入れちゃうか。何を入れるのがいいかな。わっ、何かが変わりそう。どれにしようかな。これでどうだ。うわ、いい時、いいもの、できそうな予感。いいもの、でき、うわ、いい感じかも。どれがいいかな。これでどうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。どこに行こうかな。どこに行こうかな。おう、どこに行く？どこに行くの？